こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では昨日発売になりましたユニクロとマルニのコラボレーションアイテムを使いながら大人に似合うコーディネートを3つご紹介をしてみたいなというふうに思ってます。すでにですね、オンラインですとか、あとはですね、店頭でこのコラボレーションを見たという方少なくないかなと思うんですが、なかなか良かったと思うんですよね。僕自身ですね、今回5点の商品を買ったわけなんですが、いろんなコラボレーションの中でもかなり満足度が高くて、これからガンガンに着倒したいなと思っているんですが、今回はこれらのアイテムを使いながら僕ら大人世代はどんなコーディネートをすればいいのか、このあたりをですね、ちょっと掘り下げながら皆さんに解説をしていきたいなというふうに思ってます。昨日の動画の中では基本的には T シャツとボトムスは固定しながらですね、様々なアイテムを実際に着てみたわけなんですが、今回はユニクロマルニ以外のアイテムを使いながらですね、様々な着方をですね、皆さんにご紹介できればなと思ってます。ちょっと癖の強いアイテムでもコーディネート次第で結構大人世代にも似合うかなと思うので、ぜひ皆さんも今後の参考にしていただければと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべく分かりやすく解説していますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速いってみましょう。はい、ということでここからはですね、具体的に皆さんにコーディネートをご紹介したいなと思っているんですが、まずですね、こちらメインにしたいのはネイビーのですね、オープンカラーシャツ。こちらがですね、やっぱり色味が綺麗なんですね。ネイビーの中でも濃すぎずにですね、適度に明るさがあって、なおかつちょっとパープルがかっているところが個人的には気に入ってるんですね。あとはですね、ステッチの部分がちょっと明るいですね、ブルー系になっていまして、このあたりもですね、着こなしの中に効いてくるので、なかなかバランスのいいシャツかなと思います。こちらの内側にはですね、今回はライトブルーのですね、 T シャツを合わせてみました。こんな感じですね。なぜこの T シャツを合わせたのかというと、このネイビーとライトブルーというのはですね、同じブルー系のですね、グラデーションを作ることができるので、なかなか相性がいいかなと思うんですね。それと先ほどもお伝えした通り、こちらのマルニのシャツのステッチが結構水色系、ライトブルーになっているので、そういった色とリンクをさせることでまとまりが良くなるんですね。ですので今回内側にはライトブルーの T シャツを着てみました。こういったもので合わせると意外とバランスが良かったですので、ぜひ皆さんもお試しいただければなと思います。そしてボトムスなんですが、今回ここがですね、一つの隠れた主役にもなるのかなと思います。ネイビーのシャツというのは結構ですね、深みがあって、これまた使いやすいんですが、これに対してブラックのパンツを合わせるというのも悪くはないんですが、ちょっと全身が重ためになるので、今回はですね、ホワイト、パキッとですね、明るさを出してみました。ネイビーとホワイトというのはかなり相性が良くて、ちょっとこうマリンテイストの雰囲気が出せるので、結構ですね、大人の男性にも似合いやすい配色かなと思います。まさに春夏らしいパキッとした明るさの出るようなスタイルなので、この着こなしは結構簡単にトライしやすいかなと思うので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思ってます。そして夏場の着こなしってどうしても腕を露出するので、このあたりがシンプルになりがちなんですが、時計であったりだとか、あとはバングルであったりだとか、あとは指輪とかですね、そういった小物を使いながら、ちょっと物足りなさというところを埋めてあげるとなおバランスがいいかなと思うので、このようなスタイルも一つの参考にしていただければなと思います。あと伝え忘れましたが、足元はニューバランスのスニーカーを合わせています。白パンに対して結構このようなライトグレーとかミディアムグレーぐらいのですね、色合いってすごくバランスがいいんですね。ブラックの靴でも合わなくはないんですが、色の差をそこまでつけすぎないで柔らかくですね、色を変化させると足元もバランスがいいかなと思うので、今回はニューバランスを合わせてみました。どちらかというとマルニっていうのはモード感のあふれるようなブランドなんですが、そういったものに対してあえてですね、ニューバランスのちょっとしたやぼったさというところをですね、混ぜてあげることで意外性みたいなものも楽しむことができるので、ぜひですね、こういったニューバランスとマルニの組み合わせもですね、皆さんには試していただければなと思っています。ちなみにこの着こなしなんですが、ボトムス今ホワイトですけども、昨日履いてたようなブラック系でもいいですし、あとはオリーブ系のパンツ、ワークパンツだとか、あとはカーゴパンツみたいなものも意外と相性がいいかなと思うので、この着こなしを一つのベースにしながら皆さんなりにカスタマイズをしていただければなと思っています。はい、続いて2つ目のコーディネートなんですが、今度もね、めちゃくちゃ簡単なので、ぜひ皆さんにもトライしていただきたいんですが、今ですね、内側に着ているもの、こちらがマルニのですね、ボーダーのカットソーなんですが、これを使いながら着こなしを組んでみたわけなんですが、めちゃくちゃシンプルですね。ブラックのセットアップの内側に入れるというようなコーディネートで、もうすぐにですね、コーディネートが完成するので、ぜひ皆さんにも試していただきたいんですが、
このようなセットアップのスタイルって、まあ、ブラックでもネイビーでもダークグレーも同じなんですが、どうしてもですねビジネス感だとか硬さが出てしまうんですね。ですのでちょっとこうカジュアルとしてはなかなか使いづらいなと感じることもあるんですが、そんな時にはこのカジュアルなボーダーのカットソーをあえて内側に入れることで適度にバランスを取ることができるんですね。ボーダーってかなりカジュアルなアイテムなので、1枚で着ると僕ら大人世代にはちょっとカジュアルすぎるかなとですね不安に思うことも少なくないんですが、このような形でセットアップの内側に持ってきてあげれば適度にバランスが取れるので、すごくですね相性がいいのがこのボーダーのカットソーかなと思います。で、僕が今着てるのはですね去年購入しましたユナイテッド東京と雑誌のモモのコラボレーションのですねセットアップなんですが、サイジングもですねちょっとこうビジネスライクなセットアップというよりは少しゆとりがあるんですね。上のジャケットに関してはダブルになってますし、少し緩めのサイジングです。ボトムスもですね適度にゆとりがあるので、このようなちょっと緩めのセットアップに対してマルニーのボーダーティーというのはかなり相性がいいなと思いました。で、ここら辺もですねビジネスライクに見せないために少し腕をまくってあげるだとか、そういったことをやってあげるとちょっと腕が露出するだけでカジュアル感も出せるかなと思いますし、あとは靴ですね。これでローファーだとかブラックのレザースニーカーを履いてしまうとやっぱりビジネス感が強くなってしまうので、今回はですね白のジャーマントレーナーを合わせています。まあ、黒の分量が多いのでできる限りですね小物だとかあとはこのインナーだとかそういったところには明るさを持ってきてあげれば、結構セットアップのスタイルを大人っぽくカジュアルに見せることができるので、このような着こなしはぜひ皆さんにもですねトライをしていただきたいなと思います。僕もセットアップのスタイルは好きなんですが、どうしても硬くなりがちなんですが、まあ、その時にねこのボーダーのカットソーはめちゃくちゃ役立つなと思って、まさにこの着こなしこれからやってみたいなと思うので、ぜひ皆さんもお試しいただければなと思っています。はい、続いて3点目のコーディネートなんですが、今度はですねこちらユーティリティオーバーサイズジャケットですね、こちらを主役とした着こなしになります。これ非常に気に入ってるんですが、着ている今の時点でかなり暑いんですね。できればあと2ヶ月ぐらい早く欲しかったなというアイテムなんですが、まあ、色合いもすごくいいですし、大きくついたこの腰ポケットがですね後ろから見ても背中側にもついてるんですね。こういったアクセントも含めてなかなかの名作だなと思いますし、まあ、デザイン的には結構オーソドックスさもありますので、今年だけではなくて来年以降も使えるようなかなり名作なのかなと思います。今時期はちょっとですね着るのが難しくはなってきてるかなと思うので、梅雨時期に数回着れるかどうか、あとはですね秋口ですね、9月の後半から10月11月の頭くらいまでは結構使うことができるので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思います。昨日はですねこちらの内側にはプリント T シャツを入れていましたよね。まあ、こういった形で半袖の T シャツを着るというのが今時期であれば適正かなとは思うんですが、それだけではなくて今回の着こなしのように内側にですねバンドカラーシャツを取り入れというのも結構合わせがしやすいかなと思うので、ぜひ皆さんにご紹介をしたいなと思いました。今僕が着ているのはデニム素材のバンドカラーシャツなんですが、こういった形で襟元をすっきりさせながらのシャツスタイルというのは結構ですね短い丈のアウターにはバランスがよく収まるんですね。というのも短丈系のアウターがあって、その内側にシャツだと丈の長さがですねシャツの方が長くなるんですね。この長さの違いというところをですね楽しむことができるので、短い丈のアウターとシャツという組み合わせはぜひ皆さんにも試していただきたいなと思います。今はデニム系のものを着てるんですが、それ以外にもですねシンプルに白系のこういったバンドカラーシャツとかでも爽やかに振ることができるので、こういった着こなしもいいんじゃないのかなと思います。爽やか派か、もしくは今の僕の着こなしはちょっとこうデニムも含めてワークテイストに振ってあるんですね。そういった着こなしにもあったりするので、まあ、ぜひこのあたりはお好みで選んでいただければなと思います。そしてこの UTT ジャケットだけではなくて、昨日ご紹介して結構僕の中でも気に入っているこちらのオリーブのテイラードジャケットですね、こちらも色的には結構近いところがあるので、このユーティリティジャケットをこのテイラードジャケットに変えるだけでも着こなしの幅が広がりますので、ぜひですねこのあたりの短い丈のアウターとバンドカラーシャツの組み合わせ、皆さんも試していただければなと思います。そしてボトムスなんですが、今はですねやっぱり使いやすいのはこのブラック系のパンツですね。先日もご紹介しましたユニクロのタックテーパードパンツ、これがですねやっぱりこのジャケットには一番合うかなと思いました。それ以外にもですねホワイトのボトムスなんかにも相性がいいので、そういった形でバリエーションも作るのもいいかなと思うので、ぜひトライをしていただきたいなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では
ユニクロとマルイのコラボレーションアイテムを使った大人のコーディネートを3つご紹介させていただきました。どれもですね、凝ったようなスタイルというよりは結構シンプルにコーディネートしているので、ぜひ大人の男性にもですね、ユニクロマルイのコラボレーションモデル存分に楽しんでいただければなと思っています。今回のコラボレーションはいつものユニクロ U だとか、あとはプラス J に比べると割とインパクトが強いアイテムも多かったので、なかなか僕ら世代には難しいかなと感じている方少なくないかなと思うんですね。ただ前回の動画で出した通り、ある程度アイテムを絞り込めば結構僕ら世代にも使えるようなものがあるので、ぜひですね、普段のユニコーンの違いを感じながらマルイの雰囲気ですとか色使いだとか質感をですね、存分に楽しんでいただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべく分かりやすく解説したいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。またもう少し中級者向けの内容をお伝えしている YouTube のメンバーシップチャンネルですとか、毎日おすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を行っているオンラインサロンもやってますので、気になる方はですね、こちらの動画の下の概要欄からチェックをしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。